ロシア軍が全域を完全に制圧したとして宣言を出していた南部ヘルソン州をみんなは知っているかな？どうやらそこで、ウクライナ軍の反攻が開始されたことが伝わっているぜ。そのヘルソン州においてウクライナ軍が1000人以上のロシア軍部隊を包囲している状態あるとして、ウクライナ政府高官が明らかにしたみたい。ウクライナが南部ヘルソン州でも、ロシアに対して反撃に出始めたってことだね。そういうことだね。さて今回は、ウクライナ軍が南部ヘルソン州で1000名のロシア軍部隊を包囲したことについて解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ヘルソン州では北東から南西にかけて中央部にドニエプル川が流れていて、州内で渡河できる場所は州都ヘルソン東部のアントニフスキー橋と、その 50km ほど東の上流にあるノバカホフカの水力発電所のダム上に通された道路しかないんだ。そのうちアントニフスキー橋は、ウクライナ軍がアメリカから供与された、高機動ロケット砲システムハイマースによると見られる攻撃によって橋上に大きな穴が開き、大型車両などは通行不可能となっているため、ヘルソン市などを中心にドニエプル川西岸以西に展開しているロシア軍部隊への補給は、ノバカホフカの水力発電所ダムまで大きく東に迂回せざるを得ない状況となっているね。さらにウクライナ軍は、その迂回路からヘルソン州に入る際に渡河しなければならないドニエプル川支流のインガレット川に架かる橋も、ハイマースなどによって攻撃していて、もし大型車両が通行できないほどの損傷を与えていたなら、ロシア軍の補給路はさらに大きく北側を迂回せねばならず、その車列はウクライナ軍のハイマースだけでなく榴弾砲の射程内を通過しなければならないため、ロシア軍の補給体制や部隊移動にも大きな制限を受けることになると見られているんだ。ロシアメディアはこの1000人以上のロシア軍部隊が包囲されていることについて、ロシア政府が兵士を避難させる人道回廊の設置をウクライナ側に求めていると報じているみたい。自分たちが認めないものをウクライナに求めるなんて身勝手すぎるよ。改めてロシア人の厚かましさに呆れたとする声が多く上がっているな。また、ウクライナ軍がハイマースや多連装ロケット砲 M272、155mm 榴弾砲から発射可能な長射程精密誘導 M982 エクスカリバーなどによって、ロシア軍の防空システムレーダー通信予点や法人地などの他に、武器庫燃料庫などの兵站集積軍事施設や司令部などの高価値目標へ攻撃を加え、ウクライナ全土で100カ所以上を破壊したとして、アメリカ国防総省の高官が明らかにしているよ。これらの目標の大半はウクライナ東部にあり、ここ数週間のうちに破壊されたものとされ、長射程火力兵器による、ウクライナの目標攻撃能力が向上していることが背景にあるとみられ、アメリカ軍のミリー統合参謀本部長が、ウクライナ軍の攻撃はロシアの補給能力や指揮統制能力、違法な侵略戦争を遂行する能力を着実に削いでいると指摘したんだ。西側諸国からウクライナに供与されたこれらの長射程火力兵器によって、東部ドンバス地方のドネツク州やルハンスク州、原子力発電所のあるザポリージャ州、そしてヘルソン州などの非占領地域において7月に入ってからはロシア軍関連施設などで大きな爆発が相次ぎ発生しており、人工衛星画像や西側諸国の軍事専門家などの話から判断する限りにおいて、目標選定が非常に効果的に行われていると見られているね。また、その様にウクライナ軍が簡単に目標を選定できるのは、ロシア軍による兵器の保管方法や移動方法に問題があると指摘する声があるぜ。7月11日、ウクライナ軍は戦術のヘルソン州ノバカホフカに設置されていたロシア軍の倉庫を攻撃したんだけど、これについてイギリスのセントアンドルーズ大学で戦略研究を専門とするオブライエン教授が、ノバカホフカへの攻撃は補給線の現状やロシア軍の直面する真の問題を明らかにしたと指摘しているよ。ウクライナ軍の攻撃目標となった倉庫のある場所は輸送に使われている鉄道拠点に近く、目標となるのは目に見えていたにもかかわらず、教授が言うにはロシアは笑えるほど簡単にウクライナ軍が特定できる場所に大きな補給拠点を置いており、それはまさに、そこにあるだろうと素人でもわかるような場所だったとした上で、ロシア軍は指揮系統の混乱麻痺などで対応できないのか、道路が破壊されて移動できないために実際に拠点を動かせないのか、そのどちらかだとしているみたい。アメリカ国防総省の高官が7月22日に、ウクライナへの侵略攻撃において最近では1日あたり数百人単位で死傷者を出しているとした上で、2月24日の侵略開始以来、数千人もの部隊指揮官である将校を失っているとし、部隊における指揮系統が混乱していると見ていることを明らかにしており、先のオブライエン教授が指摘した指揮系統の混乱と麻痺が実際に起こっている可能性が高いことを示唆しているんだ。CNN の報道では、ロシア軍上層部においてハイマースによる後方の軍事施設や兵站集積施設などの破壊に対応するために、
兵器弾薬の集積場所などを、これまでのやり方を改めて展開するなど、何らかの対応策を講じている可能性があることを指摘しているんだって。これまでもインターネット上などでも、ロシア陸軍のドクトリンに基づいた兵站集積施設設置などの方法にはわかりやすい癖があり、そのためにウクライナ軍にその位置を簡単に知られているのではないかとの指摘があったぜ。さすがにロシア軍もそのことに気づいたってこと？ああ、ウクライナ軍に発見されないようにするためこれまでの展開場所を変更したり、上空から発見されるのを防ぐ偽装を施したりするなど、様々な対応策が講じられている兆候があることを、アメリカ軍の高官が明らかにしたな。しかしながら、それらロシア軍による対策にどれほどの効果が出ているかはまだ判明しないものの、さほどの効果はないのではないかとの見方が多いんだ。一方でアメリカや NATO の当局者らは、ウクライナ軍の標的の選び方を高く評価しているというぜ。ウクライナ軍は体系を立てて標的を選び、ロシア軍の補給線を阻むほか、司令所などを攻撃して敵の進軍をほぼ完全に停止させ、ロシア軍のすべての施設を破壊することを目指して前線の後方およそ 8km 以内の地点にある標的に対する攻撃を繰り返しているからね。これらの戦況を踏まえて、この戦争が新たな段階に入ったと見る見方が出ているよ。ウクライナ政府からすれば、戦闘機戦闘の両面で攻勢に出るべく理由があり、ハイマースなどのサポートによってウクライナ軍の死傷率が低下している反面、ロシア軍の死傷率が増加していることに加え、ロシアが占領地域での住民投票の実施を進めるなど、支配を固める動きを見せていることからその前に非占領地を奪還したいとの考えがあるんだ。また非戦闘面では、停戦終戦を見据えたウクライナ経済回復の必要性と、世界的な景気落ち込みによってウクライナを支援している各国政府に対して、支援を終了させ戦争を終結させるなどの圧力が出始めることなどが懸念されているよ。出のセントアンドルーズ大学のオブライエン教授によれば、まず第一段階はウクライナ領に侵入したロシア軍が、キーウ占領を目指した電撃侵攻作戦が失敗して撤退した3月末まで、第二段階は東部ドンバス地方の新ロシア武装勢力をサポートする形で、ルハンシク州とドネツク州の完全制圧からの独立国家樹立、あるいはロシア領への併合を目指している現時点までとされ、ドンバス地方での侵攻が停滞し、ロシア軍の軍事力低下が続いて戦線が膠着している現状は、ウクライナ軍の反攻によって非占領地を奪還する可能性が高まりつつある新段階であるという風に述べているんだ。だが、ウクライナはアメリカ、イギリスなどの西側諸国の軍事援助に頼らなければロシア軍に対抗することができないことも事実だぜ。ロシア軍がどこまで長期戦に耐える国力があるか、さらにはイランなどあからさまにロシアを支援する国も現れ出したことなど不安要素もあるもんね。どちらにせよ、未だ先行きを見通すことが難しいとの見方が大勢を占めているみたいだね。それじゃあ今回は、この辺で。次のコーナーに行くよ。ここからは僕の雑学の時間だよ。待ってました。今日の雑学は、バラについてだよ。バラといえば告白やプロポーズによく使われるイメージがあるね。確かに、でもあれって本数で意味が変わってくるんだよな。そうだよ。バラの本数の意味も知らないで適当にしていたらがっかりなんてことがないようにしっかり解説していくよ。改めて確認なんだけど、赤色のバラには花言葉としてあなたを愛していますや愛情などの意味があるのは知ってるよね。そりゃ実際には見たことはないけど、テレビやドラマなんかでは結構定番だよね。そうだね。一本のバラの花だと一目惚れやあなたしかいないという意味があるんだ。また、108本のバラの花束には結婚してくださいという意味があるんだよ。108本も持つのが大変そうだよな。でもそんなにたくさんの花を持ってプロポーズされたら嬉しいよね。そうだね。バラの本数の意味は海外にそのルーツがあるが、108本は日本ではとは永遠とも読め、プロポーズの時に送る本数として人気があるんだ。そんな意味があったなんて知らなかったよ。それじゃバラの本数と意味を言っていくよ。彼女や好きな人にバラを贈ろうと考えている人はメモの準備だよ。まず1本目だけど、さっきも解説した通り、一目惚れあなたしかいないという意味なんだ。そして2本は、この世界は2人だけという意味なんだ。3本目は、愛していますだよ。飛んで7本は、密かな愛だよ。10本はあなたは全てが完璧だよ。12本は、私と付き合ってくださいだよ。20本は、私のひとひらの愛だよ。24本は、1日中を持っていますだよ。そして100本は、100の愛だよ。101本は、これ以上ないほど愛していますだよ。そして最後は108本で結婚してくださいとなるんだ。どうだったかな？結構バラの意味って照れくさいよね。でも言葉にできないことを花で伝えるってロマンチックだよな。そう言われると納得する。みんなもバラを送るときはしっかり意味を調べてから送ろうね。それじゃ今日の動画は終わりだよ。
よかったら、チャンネル登録してね。